伊豆箱根バスの観光バス、伊豆箱根バス株式会社は、神奈川県小田原市、足柄下郡箱根町、静岡県熱海市、三島市、沼津市、伊豆の国市などで、バス事業を行う、伊豆箱根鉄道の子会社である。本社所在地は、静岡県三島市。本校では、伊豆箱根鉄道グループが行ってきたバス事業全般。 およびその前史についても記述する。1980年代までの伊豆箱根鉄道バス80周年、記念旧塗装車伊豆箱根鉄道グループのバス事業は、スンズ鉄道が1928年に、長岡自動車及び、粉自動車を合併したことから始まる。その後、太平洋戦争中なども伊豆箱根周辺の事業者を、合併すると,とともに、自社で路線を拡充していく。 戦後になると、伊豆箱根地域の支配をめぐり東急グループと西部グループの争いが起きるが、ス津鉄道は箱根に関してはその当事者となっていた。ことの発端は、ス津鉄道が1947年に小田原小脇谷間の路線バス開設を申請したことにある。その後、モータリゼーションの発展や箱根の観光地としての地位低下などにより、 バス事業の兼業が非常に厳しくなり、1990年代に入ると1989年に設立した、子会社の伊豆箱根自動車に路線を移管する動きが見え始めるようになる。そして、2006年には、さらなる事業の再構築として、グループ内での事業整理が行われた。まず、7月15日に、愛知県名古屋市を拠点に、 貸切バス事業を行っていた伊豆箱根観光バスが営業を終了した。そして10月1日に子会社の伊豆下田バスの路線を小田急グループの南伊豆東海バスに譲渡するとともに直営で残っていた路線を伊豆箱根自動車に移管した。同時に伊豆箱根自動車は社名を伊豆箱根バスに変更した。伊豆箱根鉄道グループのバス事業は現在は 伊豆箱根鉄道より分社された伊豆箱根バスが行っている。路線バスは小田原、箱根、熱海、三島、沼津を主な営業範囲としている。以下の営業所があり、乗り合いバス事業と貸切バス事業を中心に行っている。一般路線については各営業所記事を参照。苗場ホワイトスノーシャトル、箱根ビュー号以下の高速バスを運行している。 東海バスウィラーエクスプレスと共同運行。羽田空港から三島市を経由して伊豆半島へ、あるいは三島市から横浜市や東京都といった首都圏各地への利用が想定され、道路線が地域の起爆剤となることが期待されている。当初は2020年4月21日運行開始予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、 羽田エアポートガーデンが開業を延期したことにより延期されている。首都圏から苗場スキー場へのアクセスを狙った季節限定路線。西部観光バスとの共同運行で、伊豆箱根バスは2014年12月から加わり、小田原発着便を担当、小田原発苗場行きは夜行便として運行する。2018年12月からは、猿ヶ京温泉を経由。 内場発小田原駅は池袋を経由せず品川プリンスホテルへ直行する。毎年3月20日から11月29日までの季節運行で1日に往復運行されていた。もともとは JR 東海バスの親会社である JR 東海の新幹線を補完する目的で新幹線からでは乗り換えとなる観光地へ直行する輸送手段として JR 東海バスと共同運行にて開設された路線であり、運賃は当面ハイウェイバスに準じた設定とされている。似たコンセプトでのちに JR 東海バス、東海バスが伊豆スパー号の運行も開始している。しかし、名古屋箱根の所要時間が約4時間半と時間がかかりすぎることから乗客数は低迷した。 途中停留場を変更するなどされるも、こうをそうせず、JR 東海バスが撤退。その後も伊豆箱根鉄道単独での運行が続けられたが乗客数は増加することはなく、1996年の運行を最後に運行を終了した。名古屋地区から関東の奥座敷と呼ばれる観光地への直行便という路線設定は、 近年は同様の条件の高速バス路線が各地で登場しており、時間にゆとりのある利用者層に受け入れられている路線も多いが、当時としては画期的な試みであった。しかし、当時の利用者には受け入れられなかった模様である。使用車両は基本的に4列シート34人乗りのスーパーハイデッカーで、伊豆箱根鉄道では、 西高車体の日産ディーゼルスペースウィングを使用していた。なお、道路線廃止後この車両は日東交通に売却された。西部グループのバス会社であるため、車両はライオンズカラーとなっている。1980年頃までは、日野車、三菱車も導入していたが、この後の新規導入は、グループ各車同様、ほとんどが日産ディーゼル車になった。 1990年以降は、低床車両を中心に西武バスからの移籍者も多くなった。1998年に西武バスが、イスズ車を導入再開した以後は、当社も各メーカーから導入している。2007年9月頃から、ハイガス対策に、尿素 SCR システムを搭載した日産ディーゼル、スペースランナー RA が導入された。 2008年4月には、小田原地区に、同じく尿素、SCR を搭載した、三菱不走エアロスターの OEM 供給車である、スペースランナー A が導入された。車両番号については、西武バス車号を参照。2扉の路線バス車両は、交通系 IC カード対応車両では、前乗り前折り、それ以外の車両では、後乗り前折りとなっている。 2016年7月9日よりアニメ作品ラブライブサンシャインとコラボしたラッピングバスが運行開始。好評のためか2017年7月23日には2号車からの移籍車、さらには未来の僕らは知ってるよをイメージした3号車、未体験ホライズンをイメージした4号車も登場した。1号車と3号車は 伊豆長岡駅と伊豆、三戸シーパラダイスを結ぶ系統を中心に、2号車は沼津駅と伊豆長岡駅を結ぶ系統を中心に、4号車は沼津港循環を中心にそれぞれ運行している。いずれも終了時期は未定で、運行ダイヤはホームページにて公開されている。このうち1号車は初代が老朽化のために2021年10月19日をって、 運行終了10月20日からラッピングはそのままに2台目に交代した2020年3月18日より沼津駅と沼津港を結ぶ路線で EV バスシンクトゥギャザーイカムマイナス10の運行を開始した最高速度が時速 19km と遅いため従来からある系統とは異なる経路とダイヤで運行されるありがとうございます